クリスプブレッドは平たく乾いた北欧のクラッカー状のパンである。スウェーデン語ではクネッケブレード、ノルウェー語でもクネッケブレー、デンマーク語ではクネックブレード、アイスランド語ではリョックブレユズ、フィンランド語ではナッキレーパと呼ばれる。クリスプブレッドクリスプブレッドの表面ほとんどのクリスプブレッドはライ麦を含んでおり、 ごく軽量で携帯に便利な形状をしており、非常に安価で乾燥した状態で保存すれば非常に長期間新鮮で食べられる状態を維持できるため、軍隊や学校でよく消費される。古来より体幹性の強いライ麦から作られるクリスプブレッドは一度に大量に作って長期間保存できるため、北欧の民の主食とされ、貧民の常食であるとも考えられていたが、 全粒穀物から作られたクリスプブレッドはカロリーが低く食物繊維が豊富で栄養価が高いため近年になり北欧諸国やその他の欧米諸国ではクリスプブレッドに対し健康食としての新たな認識が生まれてきているいくつかの情報によればクリスプブレッドには1000年以上の歴史がありバイキングの侵略活動では公開中数ヶ月間 保存できる看板として、彼らの主食を成したという。伝統的なクリスプブレッドは、約500年前に発明された。クリスプブレッドは、伝統的に、ライ麦の全粒粉、塩、水から作られる。しかしながら、現在では、多くのクリスプブレッドは、小麦粉、糖芯料、その他の穀物から作られ、しばしば酵母やサワードで発酵させて、口当たりを軽くしてある。 酵母などの膨張剤を使用しないクリスプブレッドの場合、生地の中に機械的に気泡を発生させて同じ効果を得ている。伝統的な手法では砕いた氷を生地の中に混ぜ入れ、これを成形してすぐに焼くことで氷を蒸発させ気泡を発生させていた。現在では多量の水を含ませた生地を冷却し気泡が発生するまで攪拌している。 もう一つの方法は圧力をかけたエクストルーダーの中で生地をこねるというものである。急激に圧力を下げると水分が蒸発して生地の中に気泡が発生する。クリスプブレッドは通常200から摂氏250度のオーブンでわずか数分で焼き上げられる。マジスタリスクウズログズボックスワン ヤノイビンド ISBN9 億1890万 8649X パン。ありがとうございます。